こんにちは。ライフサイエンス統合データベースセンターの小野博正と申します。本日は遅い時間ですけれども、お集まりいただきましてどうもありがとうございます。それでは私の講演ですね、バイオインフォマティクス超入門、統合 TV を使い倒して必要なスキルを身につけようということで、始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、ですね、私の自己紹介というか、所属はですね、本当はこういう長い、ところです。長いところなんですが、よく略称でですね、ライフサイエンス統合データベースセンターの DBCLS というふうに略称で呼んだり呼ばれていたりします。で、もともとはですね、これ文部科学省から予算をいただいて、やっている、国の研究所というのかな。研究センターというような位置づけになっております。はい。で、この資料は、CC バイトクリエイティブコモンズっていうライセンスで、自由に使えますので、出典明記だけしていただければ、どのように使っていただいても構わないという内容になっております。で、私はちょっと自己紹介簡単に書いております。で、この、PDF になってるんですけれども、こちら、リンクになってますので、こちらクリックしていただければ、私のページに飛びます。で、詳細はこの辺に細かく書いてありますので、もしご興味ある方いらっしゃったら、ご覧になってください。バックグラウンドとしては、もともとですね、私、ウェットというか、実験系の研究室に所属して、そこで、博士号を取ったんですけど、で、その後でですね、博士課程に入る修士ぐらいの頃から、マイクロアレイっていう、1回の実験で2万とか3万とかっていう数の遺伝子の発現量を調べられる実験手法があるんですけど、そういうのを使って、解析、網羅的に解析をするみたいなところをやり始めたところがあって、こういう、なんですかね、バイオインフォマティクスというか、ドライ解析とかってよく言いますけれども、コンピューターを使って、生物学の課題を解いていくみたいな、ことをやり始めました。それでいろいろ縁があってですね、こういうちょうど、私が学位を取る直前直後ぐらいにですね、こういうライフサイエンス統合データベースセンターという、研究センターが立ち上がるというところがあって、縁があって、ここに参加するということになりました。で、参加してからですね、こういう、今回紹介するような統合 TV の動画制作とかを始めたという経緯があります。はい。それでですね、はい、今回のメインである統合 TV の、運営ですとか、あと中身の編集ですね、動画の中身をこう分かりやすく編集して、もともと私自分で作って、アルバイトで入った時には、1日1本作って帰るみたいな生活をしてたんですけど、それの経験を生かしてですね、今、自分で、実際作ることはあんまりないんですけれども、基本的には作っていただいた動画をですね、編集して、もうちょっとここを直してくださいとかっていうのを、作ってくれてる人とやり取りしたりとか、いうようなことをやっております。で、あともう一つ本部というか、統合 TV と2本立てでですね、レフェックスという、これ読みますけれども、こういうサービスがあります。で、こちらのサービスでは、遺伝子発現解析の基準となる各遺伝子の遺伝子発現量を簡単に検索、閲覧できるようなウェブツールを作っております。こういう、どっちかというと、バイオロジスト向けの、統合 TV もバイオロジスト向けなんですけど、遺伝子発現のデータベースも作っているというような、そういうような、素性です。で、ツイッターに生息しておりますので、もし面白そうだなと思ったら、フォローしていただければいいかなと思います。こんな感じですね。はい。で、早速本編に入っていきたいと思いますけれども、統合 TV、ご存知の方とご存知じゃない方が半分半分ぐらいだった。で、ご存知の方はね、もう、聞いたことあると、見たことあると、使っていただいているということも大変ありがたい話なんですけど、使ったことない人向けになるべく喋っていこうかなというふうに思っております。で、これはですね、もともとスタートしたのは、生命科学分野における、こういう有用なデータベースとか Web ツールがあるのは皆さん知ってるんですけど、まあ、それが、例えばそういうのは、例えばバイオインフォマティクスを専門にやってる人だけが知っていて、普通のバイオロジストはよくわからないみたいな、現状があったんですね。なので、まあ、そこをですね、我々のセンター、こういうデータベースのセンターなので、詳しい人も多いということなので、まあ、そういうところでですね、実際に、こういうのがよく使われてますよ。便利ですよ。便利でみんな使ってますよっていうものを我々の方でピックアップをしてですね、で、実際に使ってみて、どういうふうに使えば、どういう結果が得られて、それをどういうふうに解釈できるのかっていうのを、コンテンツとして出していこうという、まあそういうコンセプトで始まりました。で、書籍なんかでこういうデータベースの使い方とかを紹介するなんていうのは、まあちらほら出ていたんですけれども、なかなかやっぱ書籍だと、例えばスクリーンショットを撮って、左側にこう文章が書いてあって、ここをクリックするとこんな画面が出てくるとかってこう、まあ、プロトコルみたいにして書いてあるんですけど、なかなかやっぱり書籍にすると、その行間が読みづらい。どうやって操作をしたらそこに至ったのかが詳しく書いてない場合があったりして、途中でわかんなくなっちゃうっていうのが結構いろんなところからこう声として聞こえてきたというところがあります。で、このサービス実は2007年の8月に、スタートしているんですけれども、この頃ってちょうどですね、YouTube、Google、今 Google 買われてますけど、YouTube がですね、ちょうど始まった頃なんですね。で、この当時思い起こしてみるとですね、YouTube は全然もう見るに耐えない画質というか、もう全然汚くてですね、こう、ガチャガチャ画質も悪くて全然なんか動画で見えるんだけど、なんかよくわかんないねみたいな感じだったんですけど、なんかこれ時代は動画だと。いうことで、我々先んじてというとちょっとあれですけど、動画でこれからは作っていこうと。そういうチュートリアルなんかも、紙ベースではなくて、動画でそれを全部一挙手一投足取ればいいんじゃないかっていうところの発想から始まっております。で、2020年、今、だから13年ぐらいですね。長いことで、やらせていただいているということになっております。で、最近、先ほどの紹介でもありましたけれども、2020年の11月にウェブサイトをリニューアルしまして、こういう感じのウェブサイトになっています。で、もともとはですね、統合 TV という名前からもわかる通り、データベースとかツールの動画マニュアルだけが載っていたんですけれども、だんだんですね、それの例えば、我々が主催するシンポジウムとか、あと関係のシンポジウム、学会さんとかですね、そういうところで喋っている講演ですね。講演なんかも収録して、載せるようになっていったりですとか、あとは、全国でですね、アジャックスとかって呼んでるんですけれども、データベースの使いこなしのためのハンズオン講習会があるんですけれども、これももう10年ぐらいですね、やってるんですけど、まあ、それもですね、全部録画をして、振り返り、復習とかで使えるような形で、動画を編集してですね、紹介するというのも、この中に入ってきております。で、あと、これ、まあ、この2つは動画なんですけれども、それ以外に、生命科学分野のイラストです。自由に使えるイラストなんかも、我々の方でオリジナルで作ってですね、公開をしております。これ、後でまた口述をしますけれども、なかなかこの業界、自由に使えるイラストっていうのがあんまりなくてですね、苦労していたっていうのは、まあ、我々自身の経験から、こういうところ、じゃあそういうイラストを作ったらいいんじゃないかっていうところで始めたところがあるんですけれども、今基本的にはこの3つですね、3本立てで、有用なコンテンツと呼んでですね、これを紹介するウェブサイトということで、運営をしているということになっています。で、メインのですね、動画マニュアルなんですけれども、これちょっと先ほども申し上げましたけれども、ウェブサイトへのアクセスの仕方から結果の解釈までですね、操作の一挙手一投足がわかることを目指して、作成編集をしております。まさにその、ウェブサイトのアクセスの仕方ですから、Google でその遺伝子の名前、データベースの名前を検索するっていうようなところからですね、ちょっとやぼったい、わかる人にとってはやぼったいかもしれないですけれども、まあそういうところから、まあ誰でも必ず行きつけて、その操作を再現できるっていうようなところを目指して、動画マニュアルを作っております。で、各動画っていうのはですね、YouTube に上がっていて、これ、初めの頃はオリジナルで自分でサーバーを立てていたんですけれども、YouTube がですね、最初は全然へこかったっていう話をしたんですけど、もうぐんぐん、改良されていってですね、もう今やインフラの一つとなっておりますけれども、ということで、YouTube にも初期の頃からですね、並行してあげていたんですね。並行してあげていたんですけれども、ちょっといつだったから失礼しちゃいましたけど、もう一本化してですね、YouTube の方に全ての動画が上がっているということになっています。で、こちらクリックしていただくと、YouTube のチャンネルですね。統合 TV のチャンネルがこんな感じで、あります。で、チャンネル登録されてない場合は、この、ちょっと CM がですね、プロモーションムービーが始まって再生されてしまいますけれども、まあこんな感じで、始まっています。で、ここでもこちらのですね、本ちゃんのウェブサイトを見ていただかなくても、こちらのウェブサイトだけでも、ある程度、すべての動画が見られるようになってますので、アップロード動画っていうのは、これ新着の動画の順に並んでたりしますけれども、こんな感じで、まあ、ここだけ見ていただくのも全然構わないんですけど、お好きな方を選んで見ていただければいいかなというふうに思います。で、YouTube に上がっていて、YouTube の皆さんのおなじみのですね、プレイヤーでご覧いただけるといいことはですね、環境に応じて、例えば、解像度を変えられたりとか、あと倍速表示で見ることができるのは皆さんご存知だと思うんですけど、あれを使ってですね、例えば、結構ゆっくり作ってるんです。初心者の方向けに、動画マニュアルを作ってるところがあるので、結構操作がやぼったい感じがちょっと、わかる人にとってはする場合がありますので、そういう場合だと倍速表示 1.5 倍とか、2倍とかで再生するとですね、ある程度はチャカ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 と動くようになっております。で、解像度に関しても、例えば、インターネットが、遅い場合は、低解像度で見ていただくとか、まあ、そんなようなことが、ユーザーの側の操作でできるようになっているというところが便利なところだと思っております。で、現在ですね、1800本を超える動画が公開されており、YouTube 版ではですね、180万回以上。今のところ再生されているということになっています。これ右側がですね、YouTube のチャンネルの、統計情報なんですけれども、スタートがですね、2007年の8月から始まっております。で、ここの斜線になっているところは YouTube の方でなんかこうアクセス数なんかあんまりちゃんと取ってなかった頃らしいんですね。なのでこの辺は情報がないんですけど、情報があるのがだいたい2012年の半ばぐらいからですか。そうすると、この辺から、視聴回数と、これ、再生時間を、並べていますけれども、まあ、おかげさまでですね、右肩上がりでこんな感じで、再生数が上がっております。で、つい先だってですね、この2020年の5月のところでちょっと今止めてますけれども、ここで、一番過去最高の再生数と再生時間を記録しました。で、これはまさにですね、今、まさに進行中ですけれども、新型コロナウイルスの、問題でですね、非常事態宣言が出て、皆さん、ステイホームとかってね、こうやってたわけなんですけど、その頃が、まさに皆さん、家にいてやることないのでって言って、動画マニュアルを、統合 TV のですね、動画を見ていただいたのかなという、まあ、それがまさにそういうことなんだと思うんですけれども、過去最高の数字を記録しております。というふうに結構多くの方にですね、使っていただいてご覧いただいているというような感じになっております。で、これまさにですね、まあ、ご自身でそのデータベースの使い方を勉強するっていうのももちろんメインの使い方なんですけれども、これまさにですね、皆さんどういうちょっとバックグラウンドか今、私は正確なものを持ってないですけれども、例えば、後輩とか、あとは、会社でこう、講義をしなきゃいけない、講習をしなきゃいけない、なんていった時にですね、一から、こういうのを作るんではなくて、もうあるんだったらば使った方がいいということなので、講義や講習などの資料としてお使いいただけると。あと、例えば後輩指導の教材として自由に利用できますということなんですけど、これ私なんかの経験に基づくんですけど、私なんかも研究室にいたんで、毎年学生さん入ってくるわけですよね、新しく。で、そうすると毎年ですね、パブメドの使い方をなんで私が教えなきゃいけないんだろうっていうのはちょっと、そういうご経験ある皆さんもあるんじゃないかと思うんですけど、学生さんはどんどん入れ替わるんだけど、自分はね、ずっといるわけなんで、そうすると、これ動画で同じことをね、説明するんで、動画見てから分かんなかったら聞きに来てるっていう風なことができると、後輩もね、怖い先輩に聞かなくていいかもしれないし、先輩もいちいちこう自分の時間を取られないので、お互いこう、ウィンウィンじゃないかというところで、最初の頃はですね、せっせと動画を作ってた記憶があります。なので、皆さんもぜひですね、こういうようなシチュエーションでぜひ、お困り、なんとかできないかな、楽できないかなって思いの際はですね、ぜひ、統合 TV の中の動画を使っていただけると、大変我々としても、本望だな、というふうに思います。で、これ、ウェブサイト皆さんアクセスしていただいて、個別のものを見ていただければいいんですけれども、この辺ですね、この辺クリックしていただくと、こういう感じで個別の動画が開きます。で、個別の動画が開くとですね、こんな感じのページになっておりまして、最近のリニューアルでですね、ちょっとだいぶ大規模に、ページの構成が変わっております。で、一番、これ私がいいなと思っているところでもあるんですけど、この見どころダイジェストっていうのが分かりやすくなりました。以前からもあったんですけれども、さらにですね、ちょっと操作性とか機能性をですね、向上させたというところになっております。この右側に動画がこれあります。動画があって、これ YouTube のプレイヤーでここポチッと押すと再生が始まるわけなんですけど、ここ書いてますね。YouTube の埋め込みプレイヤーなので、おなじみの操作感でご利用いただけるというところになってます。で、この右側にダイジェストというのがあってですね、この文章、ごめんなさい、この動画の込み出しというんですかね。どういう、何分何秒からどういう話題の説明をしていますかという部分を、細かく書き下してあります。この動画の説明文なんかを読んでもなかなか書けないような部分に関して、ここに込み出しとして用意をしております。なので、ここそれでですね、じゃあ私、例えばフルテキストを表示するパブメドセントラルっていうところを読みたいと思ったらば、ここのリンクをですね、クリックしていただくと、こちらの画面がですね、その3分58秒のところに自動的に飛ぶようになっております。いちいち自分でこう探さなくていいというふうになってますので、これ最近おすすめの機能ですので、皆さんぜひ使ってみてください。ちょっと実演した方がいいかな。パブメド。これですね。これで、ここの部分です。ここをすれば再生が始まるんですけれども、それ以外に、こういう感じでご覧いただいたように、今3分58秒のところに自動で飛んで、これから、パブメドセントラルの説明が始まるというふうなことになっています。で、例えばこれ見てて、次のところに行ってみたいなと思ったらば、新着論文を自動的に取得する方法。これ今8分11秒のところですけど、自動で飛んでおります。こういう感じでですね、結構快適に、今までよりも快適にですね、ご覧いただけるようになっております。で、あとですね、特徴として、関連動画が下の方にこう出てくるというのは前からもあったんですけれども、それ以外にはですね、この DOI というのも以前から実はついております。で、ここの一番右下の方にちょっと書いてありますけど、DOI って皆さんご存知ですか？デジタルオブジェクトアイデンティファイアの略で DOI なんですけど、このリンク先には Wikipedia に貼ってあります。Wikipedia を貼ってありますけれども、こういう感じですね。恒久的に与えられる、ID というんですかね。が DOI です。これ、よくあるのは、例えば、Nature とか Science とかみたいな論文の、アーティクル、記事にですね、論文に、DOI っていうのは固有のものがついていると思います。でこれ雑誌社の URL、例えば nature.com/なんとかなんとかっていう URL があるんですけど、あれは雑誌社の都合で、時々 URL 変わる場合があるんですね。でそうすると、その URL だけ持ってても、その論文に到達できないみたいなことがあるんですけれども、DOI はそういうことを避けるために、もう恒久的にちゃんと着地するところをちゃんと決めて申請してくださいっていう取り決めがあってですね。ちゃんと永続的にアクセスを保証するというような、ID になって、URL ですね、になっています。で、これいいじゃないかということで、我々の方でもですね、これを取得しております。で、恒久的な URL として利用されており、で、これですね、引用情報として利用可能ですということなので、こういう記載をですね、例えば、あんまり、この動画のね、動画マニュアルを論文の、リファレンスに書くっていうのはあんまりないとは思うんですけど、もし何か、使ってですね、本当に役に立ったということで、書いていただけるということであれば、この DOI を書いていただければよいかな。いうふうに思います。で、これ e ラーニング教材として登録をしてるんですけれども、聞いたところによると日本で初めて e ラーニング教材として DOI が振られたものらしいです。はい。で、あとですね、最近、この11月のリニューアルで新しく新設されたものとしては、スキル別コースというのを追加しております。これ何かっていうと、ある目的に対してこの順で動画を見ていくと、こういうスキルを獲得できますよというような体系的な動画のリスト集なんです。で、これ、なんでこういうことをしてるかっていうと、動画がですね、1800本もあるということで、例えばここのページにたどり着いたとしてもですね、自分の見たい知りたいデータベースがあるのかないのかも、もちろんキーワード検索なんかもできるんですけど、あるかないかわかんないとよという声が結構多くの方から寄せられています。なので、統合 TV の編集部でですね、まあ、これはまず押さえといた方がいいよというような、まあ、通り一遍のですね、スキル、こういう例えば書きました文章の執筆に役立つとか、塩基配列の検索取得比較とか、公共の遺伝子発現データの検索解析を行うとかっていうような、まあ多くの人がよくやるような作業については動画をですね、リストとしてまとめたよと、まあそういうところなんですね。はい。で、こんな感じで並んでます。で、これがですね、ラボの新人がまずマスターしたいデータベースウェブツールということで、2020年の4月にこれ実はちょうどこのコロナの騒ぎが出てきてた、大騒ぎしてた頃にこれ実は出したんですけど、これ実はですね、このバイオサイエンス DBC と NBDC というところがあってですね、ここでブログを書いてくれと言われて、なんか統合 TV でネタありませんかっていうことで、ちょっと依頼をされてですね、作ったところがあります。で、ここブログの記事になってますけれども、なんでこういうのをやったのか。この辺があれですね、このステイアットホームの話がちょっと書いてあるんですけど、まあ今、自宅待機してる時に勉強しようっていう。で、ちょうど4月ということで、研究室に学生さんが入る時期っていうところもあるので、まさにですね、そういう内容を動画でまとめたというふうになってます。具体的にはですね、例えば論文を効率的に検索する方法、まあ、PubMed とかですよね。あとは次はですね、研究発表資料の作成に必要な PowerPoint の図形描画機能。実は統合 TV では、ライフサイエンス限定というわけではなくてですね、まあ、パワーポイントも当然、研究で使うツールの一つですよね。絶対研究発表というのはしますので、パワーポイントも重要なツールの一つと我々は考えていて、まあ、それの使い方なんかも動画を作っております。で、あとは Google の各種サービスを使って研究生活を効率化するということで、ちょっとここ小さくなって申し訳ないんですけど、Gmail の使い方とか、Google ドライブでオンラインで書類を作るよ、編集するよとか、あと Google スライドを使う。Google フォームでアンケートとかを作るよ。まあこういうのが、まあちょっとなんていうんですかね、リテラシーといったらまあ、リテラシーなんですけれども、これはどの研究室に入っても使うスキルですよね。生命科学系の研究室であれば、もう必ず避けては通れない。必ず学習する内容ですので、まあそれを、このスキルセットとしてですね、用意をしたと。いうふうなことになっております。ので、身近な、まあ今もうね、まさに卒論とか修論とかまとめる時期ですので、ラボの新人が入ってくるっていう時期ではないんですけれども、来年また、春になってですね、新人が部署に配属されたよとか、研究室に入ってきたよっていう方がいらっしゃればですね、まあ、ぜひこれ紹介していただければいいかな。皆さんも楽になるというふうに確信をしております。それで、で、あとですね、これちょっと先ほども紹介しましたけど、現在ラインナップとしては、ここでちょっと一部載せましたけれども、基本的には、研究のサイクルっていうんですかね。まず論文を探すフェーズ。例えばそれからデータを集めるフェーズ。実験をするフェーズ。で、データを解析してですね、さらにそれを図表を作る。で、図表を作って最終的には論文を書くっていうのは、まあこういうサイクルがぐるぐる研究の場合回るわけなんですけど、まあそれに沿ったような形でですね、文献検索とかゲノムブラウザでこういうのを可視化するとか、公共の遺伝子発現データを使ってみるとか、疾患の遺伝子発現情報とか変異とかを調べてみるとかっていうような、まあこういうある程度まとまったスキルに関してですね、動画をそれぞれ作っているというふうになっています。文章の執筆に役立つとかですね。こういう感じ。で、文章の執筆に限ってもですね、まあこれだけいろいろなものがあって、まあ全部これ使えばいいってわけではなくて、ご自身でまあ取捨選択していただければ良いかなとは思うんですけれども、まあどれもですね、いいところがあって、自分に合ったものを見つけていただければいいと思うんですけど、これをだから一つのページでまとまってるっていうのが一つ重要で、自分でこれ探そうと思っても、なかなかそのイメージが湧かないと、キーワードも打てないんですよね。なので、こういう、最初にどういうことがやりたいのか、できるようになりたいのかっていうのが、出発点としてあるのが、このスキル別コースということになっております。で、今一応内部でですね、これ、スキル別コース、どんどん拡充させる予定なんですけれども、将来的には皆さんからリクエストでですね、こういうスキルを、まとめてくれないか、なんていうのを皆さんからこう募集してですね、やっていけると非常にいいのかな、というようなことを、想像しておりますので、今後のちょっと展開にご期待いただければな、というふうに思います。くれて。次はですね、で、あとですね、講演と講習会が、途中から加わりましたよという話を先ほど申し上げましたけれども、キーワードからですね、講演とか講習会を簡単に検索することができます。で、これトップページの検索画面からパブメドで検索したところを映してますけれども、こんな感じでですね、動画マニュアルと講演とハンズオン講習という、この3つに大きく分けております。ので、ここですね、パブメドから、こんな感じで同じ画面が出ておりますけれども、動画マニュアルで45本。で、パブメドに関する講演は8本。で、それに関するハンズオン講習は4本今まで、統合 TV の中にありますということですね。なので、まあ、この辺見ていただけるとですね、実際にはそのハンズオンで、例えばパブメドの使い方を紹介した内容なんかが載ってたりするわけです。こういう感じですね。で、これ直近では、一番新しいのはこれですね。2020年の10月23日の回。が最新の講演、パブメドの使い方なんかの講演があります。これ同僚の山本さんという人が、この人はパブメドのプロフェッショナルですけれども、この人が、論文の文献検索の使い方なんかを紹介してくれるという講演になっています。なので、こういうふうに整理をされているので、動画マニュアルを見たい場合、あとはある程度まとまったこういう講演を聞きたいとか、ハンズオンをやりたいとかっていう目的に応じて動画をご覧いただける、検索できるようになっております。なので、これ、そのアジャックス講習会っていうのを全国でやってるという話をしましたけれども、今年はですね、まさにこのコロナでもうオンライン開催になりました。なので、今まではオンサイトといって、大学とか研究所とかに我々が出向いていってですね、そこにローカルで集まって、ハンズオン講習会をするっていう感じだったんですけれども、今まさに全国の方でですね、このズームの仕組みを使ってたりしてですね、オンラインで受講できるということになっておりますけれども、基本的には登録制なんです。登録制なので、登録した人しか一応その場では聞けないということになってるんですけれども、後日ですね、こんな感じで編集をして、統合 TV に載りますので、まあそのオンタイムではないけれども、復習としてですね、使えるということになってますし、その全然今までアジャックス講習会に参加したことのない人もですね、どんどん、別に今度は登録とかなしに使うことができますので、これもぜひ、積極的にですね、使っていただければいいかなと思いますし、皆さんのラボに新人が入ってきた時も、ぜひ、この辺を使い回していただけるとですね、さらに、自習が進むんではないかな、というふうに思います。で、はい、これちょっといくつか例を挙げましたけど、これ先ほどのDBCLS の山本さんの回ですね、パブメド検索のプロによる文献検索のイロハを学ぶとかっていうのがあります。で、これは、余談ですけれども、パブメドが今年の初めに新インターフェースになったのは皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、使い方なんかも早速紹介をしておりますので、ちょっと新しいパブメドとっつきにくいんだよなっていう方いらっしゃったらですね、ぜひこれご覧になっていただけると、なかなか使いやすくなっているそうですので、ぜひこの辺もご覧いただければいいかなというふうに思います。で、あとは、この辺もちょっと代表的なものをいくつか出しましたけど、塩基配列解析なんかは基本的なスキルとして皆さん、どういうような、生命科学の分野にいてもある程度はね、やったりするんじゃないですかね。例えばブラスト検索をしたりだとか、あと塩基配列を取ってきてプライマーを作りますよとか、まあそんなようなことをやると思うんですけど、まあそういう基礎知識ですね。塩基配列解析に関わる遺伝子 ID がどういうものがあるのか、そのデータベースにはどういうものがあるのかっていうのを基礎知識を、丁寧に解説したような動画なんかもあります。あとですね、まさにこれ、ホットなゲノム編集の分野でですね、に関するデータベースなんかもここの回で紹介をしております。で、ここも実は DBCLS の内藤さんという人が、紹介をしてますけど、この内藤さんっていうのが実はこのゲノム編集の、このガイド RNA を設計することができるクリスパーダイレクトというサービス、我々が提供してるんですけど、まあ、それの作者なんですね。なので、かなりこの辺のことは、マニアックにですね、知り尽くしていると。いうことなので、結構まとまった知識がここで手に入ると思いますので、まあ、この辺ちょっと勉強したいなという方は、この辺から勉強したいなという方は、ぜひこの辺ご覧になっていただくと良いのかなというふうに思います。で、あとは、これですね、次世代シーケンサー。NGS とかって言われますけど、このデータ解析はもうどうですかね、もう早いもんで、もう10年ぐらいになるんですかね、これが出始めてきてね。で、皆さん、猫も杓子も NGS データ解析っていうような時代で、結構書籍なんかもたくさん出てきておりますけれども、まあその中ででもですね、こういう動画でも、こういうデータ解析に必要な基礎知識とか、リテラシーを学ぶなんていうのはたくさん出しております。これまさに皆さんからのニーズがやっぱ多いんですね。NGS のデータ解析をしたいんだけど。いうような声をいただいております。で、いくつか複数あるんですけれども、この回なんかは非常にですね、非常に、基礎の部分がですね、どういう知識がないと、こういうデータ解析ができるようになるのかっていうところを紹介していただいております。で、そうですね。NGS データを解析するための基礎的な考え方とか知識とか、データ解析のプロセスをどう設計、実践していくのかという技術を学ぶことができるということで、なかなか通り一遍のこういうところの知識っていうのはなかなか他では得難いところがありますので、この辺非常に良い、動画になっております。で、私個人的にはこの講義の資料があるんですけど、この資料がかなりまとまっていて、私は個人的に非常に好きです。で、これ、当時、理研の尾崎さん、今は筑波大学ですね。筑波大の尾崎さんっていう方が、講師として、喋ってくれたんですけれども、非常にですね、この丁寧な資料になっておりまして、初心者でもわかるような、この NGS とは何かからですね、こう始まっております。歴史からですね、大事なことです。で、シーケンシングの手法、何を読むかとか、こういう、バイオロジカルな基礎の部分からですね、非常に丁寧にこの資料が作られていて、今見ても全然こう遜色ないというか、内容になっておりますので、ちょっとこの NGS 改めて勉強したいなということ、もちろんいい書籍もたくさん出ているんですけれども、このウェブサイトだったら無料でご覧いただけますので、通り一遍ちょっと勉強したいなという、取っかかりを勉強したいという方は、これが一番最適じゃないかなというふうに思いますので、こちらご覧になっていただければいいかなと思います。はい。だいぶ時間もきましたけれども、あとですね、この NGS 解析について、これですね、NGS 解析で飯を食っていきたいとか、あとは何でしょうね、ビッグデータ解析とかで、もう NGS 解析ってもうビッグデータ解析なんですよね。ものすごい量のデータがドカンと出てですね、もう手持ちのコンピューターじゃなかなか解析できないよとか、例えばスーパーコンピューターを使わないとできないとか、あとはある程度クラスターのマシンでやらないとできないとかっていうふうに、結構その込み入った、いわゆる IT スキルというか、IT リテラシーみたいなのがやっぱりいると。いうことになってます。なので、NGS 解析だけじゃなくて、IT 人材としてですね、活躍していくにも必要なリテラシーがここに詰まってるというように私個人的にも思っております。で、そういうのをですね、教育するために、バイオインフォマティクス人材育成カリキュラムっていうのが、先ほど紹介した NBDC っていうところを主催でですね、数年前に、これはだから2014年なんでもう6年前になるんですけれども、から始まってですね、5年間ぐらい行われております。で、これですね、基礎から応用までを深く学びたい方向けということで、やっております。で、これ1週間ですね、東大の、教室に100人ぐらい集まってですね、1週間、朝の9時から夕方の5時ぐらいまでずっとぶっ通しでやるみたいな、そういうスパルタな、講義だったんですね。ハンズオンの講義だったんです。で、それをカメラを持って行ってですね、全部録画をして、で、なるべく、無音のところをカットするようにしてですね、編集をして公開をしております。で、ちょっとここにそれぞれ約10から50時間程度って書いてありますけれど、これクリックしていただくとですね、これ初年度なんですけど、この時間のところを見ていただくと、ちょっとぶったまげると思うんですけど、これ最初1時間半なんですけど、3時間、5時間、4時間、3時間半、3時間みたいな感じなんです。だからこれ、足し算していくとですね、普通に数十時間になるわけです。なので、これ1週間もうぶっ通しで本当にやったんですね。で、内容もですね、かなり込み入っております。で、そういう IT スキルを身につけるためには、まずは OS を知らないといけないよねとか、ハード構成を知らなきゃいけないよねとか、じゃあインターネット、ネットワークはどうやって接続できているんだろうみたいな、そういう知識がないと、いけませんということです。これはまさにもうバグとかが当たり前にあると。で、動かなくなっても、聞いてもみんなわかんないみたいなところがあるんですよね。だからその辺の本当にコンピューターリテラシーがないとダメですよっていうような、講師の先生方の思いからですね、こういうような、カリキュラムになっております。で、これが終われば次はですね、Unix の基礎、理解、Linux を導入しましょうとかね。こういう部分は避けて通れないわけです。で、Unix がある程度わかれば次はスクリプト、言語、シェルスクリプトをやるよとか、パールをやるよとか。っていうような、こういう普通の一般的なIT スキルですね。この辺の内容が多分に含まれております。で、この辺、6番目ぐらいからはちょっとバイオロジーが入ってきまして、配列解析とか、あとバイオ系のデータベースとか、この辺ですね。で、R、統計解析の R ですね。の使い方とかになってきて、ようやく10回目にして次世代シーケンサーの実習になるというまあ、こういう回になっておりますので、もう頭からちょっと勉強したいと、体系的に学びたいという方は、もう最初からご覧いただくのが一番良いと思います。で、これから、お正月休みに入ってですね、帰省もするなとかって、こう、静かな正月を過ごせとかって言われてるんで、ちょっと腰を据えてこういう動画をもう、朝から晩まで見て勉強するっていうのも、なかなかおつな、お正月の過ごし方じゃないかなというふうに思いますので、まあ、この辺ちょっとご覧になってみてください。で、まあ、これ見ていただいて、あともう少し最近の方になると、こんなような感じになってて、基本的には被って、内容的には被ってくるんですけど、ある程度新しくなってたり、講師の先生が変わってたりします。で、Python が入ってきたりとかしますね。で、あとこの辺は今までやってなかったリシーケンスとか変異解析の話とかってチップセックの話とかですね。こんな感じで内容が少しずつアップデートされています。で、この辺もね、普通に当たり前に5時間半とかの動画があります。大変なことになっています。はい。で、同様に2016年、2017年とあります。で、あと最近ではこういう、先進ゲノム支援の情報解析講習会っていうのがありまして、これはまさにですね、去年やったんですけど、こういう感じでですね、Python をベースにですね、始まっております。Python の文字列処理とか、ファイルの読み書きとか、あと Jupyter ノートブックとかですね。もうこの辺の、例えば Python でやりたいよなんていう方は、こちらご覧いただけるといいのかなというふうに思います。はい。ということで、動画の方に関してはこんな感じになっておりますので、ちょっと鋭意ですね、皆さん目的に応じて自習をする方法を知りたいということだったんで、ある程度、なんていうんですかね、ピックアップして皆さんにお伝えをしましたけれども、まあこういう感じのものがですね、統合 TV の中に入ってますので、なるべく皆さんの目に触れるように、こう整理をして、我々の方としても整理をしていきたいと思ってますし、皆さんの方でもぜひ探していただいて、こんな動画はないのかとかっていうのがですね、もし見つからない場合には、コメントいただければ、アドバイスできるかなというふうに思います。で、だいぶ時間が来ておりますが、あとですね、画像がありますよというお話をしました。で、画像はですね、統合 TV のトップページのこの右上ですね、に画像を探すというリンクがありますので、こちらからご覧いただけます。で、こんな感じで今動画がですね、これ今700本ぐらい、700本か800本ぐらいあるのかなというふうに、結構静止画もですね、集まってきております。で、画像を探すというところをいただければと思います。で、これ生命科学の分野が誰でも自由に利用可能ということで、この資料と一緒の CC BY ライセンスですね。出典さえ書いていただければ誰でも使っていただけますよというライセンスで、配っております。基本的に皆さん、学会の資料とか、学会のポスターとか、あと論文のフィギュアとかですね、に使う図って自分でまあ書かれていたり、まあ買う場合もあると思うんですけど、なかなかそのインターネットで画像検索して、いいのが見つかっても、それをちゃんと使っていいのかどうかっていうのがわかんなかったりしますよね。まあグレーだったりして、まあ、本当はダメなのにとかっていうのは中にはあったりするんですけど、まあそれはまあ権利関係がちゃんと書かれてなかったりするのも一つの要因だったりするので、我々の方では、その辺の権利をですね、しっかり、明記してですね、例えばこれ、画像をダウンロードしようとしたときにこんな感じでですね、出典さえ書いてくれれば、こういう出典元さえ書いてくれればですね、出典の明記のみが条件で、論文の図表、発表スライド、ポスター、プレスリリース、販売資料など内容問わず自由にご利用いただけます。で、これ私たちに許可を取らなくていいです。使っていいですかとか言わなくて無断で使っていただいて構いません。ので、っていうライセンスをもう明記して配っているというところになっております。なので自由に使ってください。はい。研究発表のスライドポスター、資料作成にぜひご活用ください。ということで、ちょっと繰り返しになりますけど、統合 TV のコンテンツを使いたいとか、著作権の扱いはどうなってますかっていうのを、まあ、そうでも言ってもですね、問い合わせいただくので、こちらにリンクをちょっと貼りましたけれど、統合 TV の FAQ にですね、その辺詳しく書いてあります。ここですね。ここの部分ですね。まあ、先ほどの文章と基本的には同じものが書いてあるんですけれども、この辺合わせてどういうふうに書いたらいいのかっていう引用の例なんかも書いてますので、ぜひこちらご覧いただいて自由に使っていただければいいかなというふうに思っております。で、2020年11月末で32件の引用論文ということで、この統合ピクチャーギャラリーの絵を使っていただくとですね、割とこう、論文のアクノレッジメントとか引用文献のところにですね、統合 TV のこの URL が書いていただいております。なので、割とそれは、リサーチ、追いやすいんですけど、例えばポスターなんかでなかなかどれだけ使われたかっていうのはなかなか見づらいところがあるんですけど、まあ多くのポスターで使っていただけているのかなというようなところで、学会なんかでも私たち目にしていることがありますので、ぜひ使ってみてください。で、引用論文はこちらのリンク先からですね、ご覧いただけると、統合をちょっとこれ後で直しておきます。あ、これそうか。リンクになってるとぶっ壊れてですね。これ統合 TV じゃなくて DBCLS のウェブサイトからご覧いただけるようになってますので、そちらでご覧ください。それは紹介した方がいいかな。DBCLS のウェブサイトは DBCLS のこちらですね。で、サービスの引用文献一覧というところに、統合 TV がありまして、これが32件ありますので、この辺から実際にどういうふうに使われてるかなんていうのを、もし気になる方はですね、ご覧いただければ分かるようになっております。はい。それでだいぶ終盤に近づいてまいりましたが、リクエストを随時募集しております。で、まあ、動画も含め動画とイラスト両方なんですけど、お探しの動画マニュアルが見つからないとか、画像がない、こういう画像を使いたいんだけど、とかってない場合はですね、ぜひリクエストフォームを使ってですね、お気軽にリクエストしてください。で、こちら番組リクエストということで、統合 TV の問い合わせのところよ、これですね、番組リクエストのところで、こんな感じで、Google フォームが埋め込んでありますので、ここからですね、例えば動画で、動画の、データベースの名前と URL と、どういうことをやれるツールですかとかっていうのを書いていただくだけで、まあ、メールが我々のところに飛んでいきますので、必ず私は 100% 全てを見てますので、なるべくリクエストにお答えできるように、努めていきたいと思っておりますので、ぜひ何か不足のものありましたら、絶対この業界でこれを使ってるのにここにないのはおかしいみたいなのがあって、もう大変歓迎をしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとですね、この統合 TV のコンテンツを作ってみたい方っていうのも実は随時募集をしております。で、私もともとアルバイトで行ってた時は、RA、リサーチアシスタントみたいな形だったのかな。で、現地に行って作ってたんですけど、今ですね、現地に行かなくても、オンラインで、完結する作成環境っていうのを整備することができておりますので、遠隔地でも OK になっております。その動画のファイルとかイラストのファイルだけ納品していただければ、それで OK みたいな形になっております。で、今ね、副業をどんどんやれみたいな、ご時世になってますので、まあ、ぜひ、もしそういう副業が OK でですね、例えばこういうコンテンツ、動画とかイラストとか作ってみたいとかって、自分の勉強のためにも作ってみたいなんていう方は、ぜひですね、ちょっとお声掛けいただければなというふうに思っております。DB Web ツールについて詳しくなくても全然 OK で、自分で勉強しながらですね、使い方を学んで、その過程で得た知識で動画を作るのが非常に歓迎されております。っていうのは、わかる人が作ってもわかるようにしかこう作らないんですけど、わからない人が使ってできるようになっていくっていう過程が多くの人にですね、役に立つ動画になっていると思いますので、非常にこういう初心者の方でも歓迎をしております。で、学生さんなんかも結構いて、やってるんですけど、基本的には本業優先がポリシーになってます。この統合 TV コンテンツで飯が食っていけるほど、実は借金出せるんですけれども、本業になるほど借金は出せませんので、基本的には本業優先にしてもらっているんですけれども、はい、そういう感じになってます。で、借金出せます。ということです。で、あとは、動画制作の実際どうやって作ってるんだっていうところは、これもですね、実は動画にしました。去年。こういうカムタジアっていう画面録画編集のソフトウェアがあって、これを使ってですね、実際に統合 TV の動画を撮るところを動画にするという、そういうマニアックな動画を作っております。こういう感じですね。こういう感じで実際にどうやって作ってますかっていうのを動画の撮影から、こんな感じですね。非常にマニアックなんですけど、こんな感じで。まあ、実際の作業もこれと相当外れてない作業を皆さんもしていただくような形になるんですけれども、こんな感じで大体どんな感じで作業してるのかなっていうのはなんとなくわかるようになっています。あとイラスト集に関してはちょっと古いんですけど、この動画でなんでこういうことを始めたのかなっていうところのモチベーションからですね、紹介をしてくれている動画が、これ講演の動画があるんで、こちらもご覧になっていただければな、というふうに思います。はい。ということで、だいぶ駆け足できてしまって申し訳ないんですけれども、通り一遍の説明はこれでおしまいになります。はい。こんな感じでいかがでしょうか。それでは、私の講演をこれで終わりにしたいと思います。で、これから、質問等ぜひ受け付けていきたいと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。どうもありがとうございました。